ーター投票で選ばれる2023アンカー年間 MVP に脇坂選手が選ばれました。マジっすか。おめでとうございます。どうですか選ばれた感想。素直に嬉しいです。年間通しての評価なので頑張ってよかったな。ちなみにアンカーさんたくさん製品ご提供いただいて、はい、脇坂製品も使ってると思うんですけれども、どうですかアンカーさんの製品は改めて。本当に質が高くて衛生にも持ち歩いてますし、家でも使ってる製品があるので本当にお世話になりっぱなしです。最後に、はい、2024年今年のシーズン意気込みを教えてください。まあ、昨年はリーグ戦8位と自分たちが目指してたものに届きはしませんでしたけど、天皇杯優勝と ACL のトーナメントに進むことができたりと、今年につながるシーズンだったとは思ってます。なのでそれを今年無駄にしないためにも、一発目はすぐ ACL から始まりますし、すぐ J リーグも始まるので、スタートダッシュを大事にしてリーグ戦優勝とアジアのタイトルと複数タイトルを目指して、また日本のサッカーをフロンターレを引っ張っていくんだっていう強い気持ちを持って戦っていきたいなと思います。ありがとうございます。厳しく行きました。帯のパスです。冷静に木田へ狙った。脇坂取った。大南が跳ね返します。山根から、あ、うまく離しました。脇坂、脇坂前進する。脇坂左へ配ってマルシーニョ、マルシーニョ折り返し。あとおっと、ちょっと家長のパスミスがありました。長い、ああただこれはしっかりと脇坂が戻ってのカバー。ここはシンプルに長いボール、これが家長に通ります。中セットして宮城を待つ。その後ろから脇坂も入ってきます。縦に仕掛けて脇坂だ、ボレーシュート、先制フロンターレ。難しい体勢ながら入って、最後右足を振りました脇坂。まあ、良いボールが入ってきて、まあ、触れて、まあ、うまくボールが自分の空間前に浮いてきたと思いますけども、うまく残しながら当てましたね脇坂。見事です。はい、スリーマンの難しさがあるかもしれないです。はい、金森、川辺が行った。中に入って、これチャンスになるか。シュート、上り里。まあ、効果としてもアタッキングサードのところでやっぱり中を使われてしまったのが少し痛かったですね。駆け引きも甘いからという家長でしたが、そこ、そして脇坂、中に入ってきた。脇坂から折り返して、マルシーニョ左足を合わない。いや、カウンターですね。はい、今度はポストカウンター。いや、脇坂素晴らしい、遅らせて、あ、素晴らしい。後半は立ち上がりから押し込む。おっと、チャンスは抜けてきました。脇坂打った。後ろのカバーがちょっとできてなかったという、はい、多分川原も見えてなかったですね今のは。家長はクリーンになった脇坂かわす、うん、ダブルタッチでうまく剥がしました脇坂。そしてまた家長、中4枚スペースを取りに来たレアンドロ・ダミアン、後ろから来たのシュートだー。バースデーゴール脇坂で、できたスペースに脇坂が入ってきてるという。中を確認します。ワイドに山根、大島が近づいていきます。前を向く足元、グランダーのパスから脇坂。ビルドアップが非常に良かったですね。家長、うん、左から折り返し、宮代打てない、後ろから脇坂。出てきます。橘田を押し出しました。家長、橘田、もう一度上り里、背後に出て受けました。パンシュートだ。パスに対する上り里のワンタッチ、そしてこの脇坂のファーストタッチで前を向いたこの、まあ、コントロールのテクニック、そしてフィニッシュワーク。
アンダー20の日本代表ではサイドバックも務めた高い選手です、うん、裏を取った、お見事、裏返して瀬川行く、さあ瀬川よく中を見て、アウトサイドリフレクションがあって川崎同点、ピッチのマエストロ脇坂で同点です。抜けた後にこの右足のアウトサイドでのクロスでしっかり合わせました。はい、そして瀬川が中上がってましたけども、ここは脇坂まだキープ、脇坂ターンをする、脇坂さあ抜けた、脇坂からまだ行く、ここポケットからマイナスですが、あ、ね、おっとちょっとミスがあった、リードのミス、そしてマルシーヌパスを選択、脇坂ミスが出てしまった札幌。宮澤はもうピッチの方を向いてボールの方を見てなくて、はい、で高木は当然ね見てるもんだと思って出したのがうまくいかなかったですね、はい、ヘディングするには至りません。上り坂のワンタッチ、うまい、持ち出したのは脇坂です。そしてパスにした、マルシーニョ、マルシーニョ、いやマルシーニョが来た、川崎フロンターレ、山根はワンタッチ、レアンドロ・ダミアン、おお胸トラップ収めた、ダミアンが行く、ワンタッチ、そしてスルーパス脇坂から最後山田のシュートだー、中にグッと目と体持っていかれましたから、対応が少し遅れたところを見逃さずにインサイドで山根行った、脇坂、おお行った脇坂、ゴミスがニア後ろ、ジョアン・シミッチ、ゴールキーパーに触られましたが、ね、ゴールインでした。あ、真ん中来ましたか、落ち着いてましたね、よく見ながら、もう真ん中ですね、2戦連発、脇坂康人。